オーリーがうまくできないから、まっすぐオーリー板が上がる。これで、こういう風になる。ここだと、こうやって板がピッとなっちゃうから、それを意識すると、あと前足は慣れてきたら滑るから、最初はそんな重要じゃなくて、もう一番重要なこのタイミング、このタイミング、これが遅くなるとってなっちゃうので、それを意識するとやりやすいかなと思います。目線は止まってる時はもうこうやってデッキ見てる。でもこの時にこうやって見ない、こうやってなんかこうやってこうやって見てしゃがんで、あんまりこうくにゃくにゃしちゃうんだけど、弾くときに元に戻ってそのまんまだなっちゃう。できるだけここで板が平らになる。スノーボードのジャンプの抜けと一緒です。板をフラットに。あとは特にない。進んでやるときも前に飛ぶんじゃなくて上に飛ぶようにやるぐらいかな。はい、こんな感じでランプはやるよって人いっぱいいると思うんですけど、オーディオやると楽しんでやってみてください。
はこうやって人飛ぶといいよ。人踏んづけても大丈夫だからナイス。みんな俺頑張って。みんなできるよ。